次は、まあ、ここかな。ここは氷だね。いや、氷の前段階としてまず水なのか。この奥が凍ってんだよな、まあ、しっかり凍ってくれてりゃいいんだけどさ。あー、そうだね、しっかり凍ってるね。じゃあまあ大丈夫かな。OK、じゃあこれ一旦スキャンだね。紛失したトレーラー、あ、ここ。ここにもあるね。これは、まあこれも廃墟なんだろうな。あ、ここ育系の仕事をやっちゃうって手もあるな。あ、監視塔あるね。から行けるのかな。まあ、ここを抜けちゃえばいいか。で、あ、あとこれね、受注で、これで燃キャリだ。 OK、 これ補給できるな。でとりあえずここで補給しようか。全てはピクトグラムのために。古い建築物が多く残っている島があると聞いてモスクワから来たんだ。島には行けないけど写真が欲しい。俺のカメラで何枚か撮ってきてくれるか。ん、どういう仕事これ。行くだけ系ってこと。ああ、そのようだね。いや、また変なとこ行かすな。なるほど。あー、結構行ったとこだな。なるほどね。 OK、 違う、確定。そんで、うん、ここちょっと一回行ってスキャンしてくるか。この辺りでスキャンできりゃ、まあでもここでスキャンでいいか、とりあえずな。はい、紛失したトレーラー。蜂の巣を移動するのに便利な新しいトレーラーを注文したんだが、
ここに来る途中で動かなくなってしまった。トレーラーを引っ張り出してくれないか。場所はそう遠くはない。OK。で、紛失したトレーラー。なるほど。すごいとこを通ろうとしたんだな。OK。はい、OK。嫌な残り方だけど、まあここには何もないよね。こっちが、いやーこれは厳しいな。ちょっとタタリン行ってくる。多分あの反対の近い方は凍ってるような気がする。あのタタリンで登れない岩みたいなのになってるんじゃないかな、わざと。おっと、やべえな。いや、ここもか。なんてこった。木があるからもしかしたらいけるかもしれんけど。ダメだな。タタリン封じがえぐいな。
登ってやるぜ。グリップのある部分だけだよな。オッケー。もしかしてこっち側から来た方が良かったのか。あーほらやっぱね、こっちもねこうなってるよね。ハンド引いといてみるか。いや何の意味もないな。ああここ行くやつあったな。あれなんだっけな、これだ。うん、オッケー、わかった。じゃあこれもついでにやるわ。どこだ？外側か。で、はいはい。外周回るだけでよかったのか。これで最後かな。思い出の写真ありがとう。いい写真だ。これで子供たちを楽しませることができるよ。楽しめるかな。まあまあいいだろう。はい、持ってきたよ。はい、どうもありがとう。夏になったら蜂蜜を分けてあげるから家においでよ。なるほど、割に合わなそうだな。あーこれか。これってまたあれかな、引きずる系なのかな。新しい水場、これどこに持ってくんだっけ。釣り場、あーなるほど。ちょっと行ってみるか。やっぱあれだね、ソリみたいになってるやつだね。
オッケー、とりあえず持ってくるのは持ってきたけど、あーここまで持ってくんだ。でも探索もとりあえず終わっちゃってはいるんだな。あ、でもこっちはね、受注、これだ、この辺受注したいんだよね。あ、でも受注か。だとしたら、あとこれか。まあ、とりあえずここまで持っていくか。OK。よっしゃ。あ、この辺にいっぱいあるの、これも受注してないんだな。わかった。じゃあちょっとタタリンで受注しまくるっていう作業をするか。で、受注しまくればそのうちのどれかがガレージの解放のためのタスクなんだと思うんだよね。だからそれをまずやると。お札庫からここまで通いで仕事するのはちょっとさすがにしんどいぜ。やべ、思ったより斜めってんなこれ。OK。 まあ何もないよね、それはいい。そんで受注してないのはどれだ。これは水上の、はいはい、これはやってるね。これだ、地質学。戻るか。